はい、こんばんは、広川です。今セブンイレブンに行っておでんと、あとファミリーマートに行ってもちこチキン買ってきました。今回買ったおでんの種紹介します。今回買ったのはこのはんぺん。このはんぺんがどうしても食べたくね。あとロールキャベツと大根、卵に牛すじ。私牛すじと卵は本当普段めったに買わないんですけど、あれですね、あの孤独のグルメを見た影響ですね。じゃあ食べていきたいと思います。ちなみにこの薬味ね、味噌とからし、多分これ味噌はこんにゃくには合うと思うんですけど、どうなんでしょう。ね、はんぺんからしつけていただきます。うん、この絹のような歯触り。何時頃に行ったらおでんって新しいんですかね。卵久々買ったな。いただきます。うん、味が染みてる。うん、いい感じの黄色。味噌卵につけてみてもいいですかね。こういう感じ。うん、あれ味噌美味しいですね。なんか私前食べた時は味噌とおでんって合わないなって思ったんですよ。え、味噌変わったのかな、それとも私が変わったのかな。美味しいですね。じゃあ次、牛すじ。牛すじのこの形態も私の中でちょっと理解できなくて、ホルモンなんですか。牛すじって一体どこなんですかね。どこの筋。いただきます。うん、やっぱり人には好みというものがありますよね。牛すじ好きな人って本当に好きじゃないですか。だからそんなにいいと毎回思うんですよね。美味しい、あったまる。大根にも味噌。うん、うん、大根にはあんまり合わないかな。あ、間違えた。はんぺん味噌で食べようと思ったら普通にからしの方いっちゃった。味噌はんぺん。うん、はんぺんも味噌合いますね。はい、ではね、こちらすごい熱々、ほっかほかなんですけど、ファミリーマートのもちこチキン。いまいち もちこチキンというのが一体何なのかわからないんですが、まあ、おそらく名前からしてもち粉をこの衣に使ってるんでしょうね。つまりどういうことなんでしょう。これもちもちしてるわけではないんでしょう。見た目は普通のフライドチキンです。いただきます。ん、なんか辛いですね。もちもちしてるのか、なんかもち粉感じるかって言われたら、うん、ちょっと もち粉チキンについて調べますね。衣に米粉を使用し、サクサク感を実現。うん、多分出来たてじゃないからかな、そんなにサクサクはしてなかったですね。たまり醤油とニンニク、胡椒、ごま油で甘辛い味付けに仕上げています。うんうん、この外の見た目からは全然わからないんですが、この中がねちょっと赤くなってて、ちょっとちょい辛です、これ。でね、おでんのスープ、種買いすぎましたね。もう一個減らしてよかった。おでんの種は4個で十分です。今日分かりました。ごちそうさまでした。というわけで、改めてセブンイレブンのおでん、あとファミリーマートのもちごチキンの紹介でした。じゃあまた。